ワールドインベスターズ TV。 今回は2代目ミスターマネーとして相場の表と裏を読み解くイクシスリサーチ代表の清水陽介さんをメインキャスターに迎えてお送りします。ワールドインベスターズ TV。 それでは66ライブスタートです。ワールドインベスターズ TV をご覧の皆さん、こんにちは。本日のメインキャスターを担当させていただきますピクシスリサーチの清水陽介です。どうぞこの後30分間お付き合いください。ということでですね、世界情勢、いろいろとこの先週末からですね、いろいろ動きました。やはり今ギリシャ、イタリア、首相がみんな変わるということもありましたし、 APEC も行われまして、どうやらなんとなくですけれども、ヨーロッパの方も、金融不安という、ところからですね、落ち着いたのではないかと、一段落したのではないかと、先週もこんな話をしてなんか見事に裏切られたような気もしますけれども、ただ本当に何度かですね、今後もこういったような形でヨーロッパ、ギリシャ、イタリアが終わったら、今度はスペインだ、ポルトガルだ、あるいはフランスだ、イギリスだといろいろ出てくるかもしれません。ただ根本的なところですね、本当になんて言うんでしょう、いくつかの人の国が破綻してしまうですとか、ユーロ自体が崩壊してしまうと、そういったような方向は少し薄れてきているのではないかというふうに思います。ドイツなどの自動車産業なんかを見ましてもですね、先月もかなりフォルクスワーゲン、BMW、ダイムラーなどは非常にいい業績といいますか、販売が伸びてきておりますし、実際ユーロ安メリットというところで潤っている企業、もちろんイタリアの企業もフランスの企業もそうですけれども、そういったようなところも案外見られるということですから、ヨーロッパ全体ですね、景気が悪いかどうかという観点から見ますとですね、確かにその財政問題というのはあるんですけれども、企業業績の方はそんなに悪くもないということではないかと思います。まだまだその政治的な問題とかいろいろあると思いますけれども、そういった意味では欧州問題、欧州の金融不安というのはですね、一段落というふうに見てもいいのではないかと思います。ただ一方でですね、日本市場今日もなんか非常に閑散としたというか、盛り上がりに欠けるといいますか、そういったような状況でしたけれども、アメリカ、ヨーロッパ、この辺のところの問題がいくつか解決されてもですね、日本市場の方は一向に盛り上がってこないというようなことではないかと思います。TPP の影響なんかもですね、よく言われますけれども、TPP の問題自体が、直接ですね、今のマーケット市場にですね、どんな影響を与えるかというのは、今後その TPP の内容ですとか、そういったものをですね、見ていかないとわからないと。 TPP に参加するか参加しないかということでマーケットが動くというようなことはないのではないかと、少なくともですね、企業にとっては、特に中小企業などにとってもですね、 TPP というのはいい方向に行くのではないかと思います。それからやはり大きな問題としてですね、一つ先週から出てきておりますけれども、オリンパスの問題ですね。今日はオリンパスの株価はストップ高ということで、かなり買い物を集めておりましたけれども、なんとなく上場が維持されそうだというような話が出てきておりましたので、そういった意味でストップ高まで買われたのですけれども、本当にオリンパスの問題というのが一過性の問題かどうかで済むのかどうかですね、このあたりのところも今後考えていかなければならないのではないかと思います。そういった意味で外国人投資家などがですね、こういったものをどうやって見ているかなどは、今日もゲストですね、お伺いしていければと思います。ただ本当ヨーロッパの方の問題が一段落したということで、今までの相場暴落懸念、週刊誌などを見ますとですね、まだまだリーマンショックみたいなことが起きるんだとか、リーマンショック以上のものが起きるんだなんていうのが週刊誌の見出しに出ておりますが、実際問題として今のところ足元を一段落したということでですね、ここから景況感が一気に悪化するとか、そういったような心配はないのではないかと思います。そういったことでですね、今日のメニューを報道デスクの加藤さんに伝えてもらいます。加藤さん、お願いします。はい、清水さん、今日も30分よろしくお願いします。この後のニュースコーナー、早速ですが、新しい首相が指名されたイタリア、今晩5年祭の入札が行われます。マーケット注目が集まっているようですので、この後清水さんともにお伝えしていきたいと思います。そして今日のゲストを改めてご紹介しましょう。ムーンライトホールディングスの竹村さん、帰ってきました。姉さんが帰ってきましたので、この後今日お伺いしたいと思います。どうぞ皆さんお楽しみ。はい、それでは CM の後はワールドマーケットコメントです。一旦 CM です。
bustling metropolis, which is a focal point of cutting-edge technology and activity in a wide variety of fields. Together with Europe and North America, Asia is one of the three main regions of the world. As a financial hub of Asia, Tokyo wields substantial influence on the economic world. The Tokyo Stock Exchange is Japan's largest exchange and one of the world's most important securities markets.TSE accounts for an overwhelming share of more than 90% of the yearly trading volume of all stock exchanges in Japan. It's comprised of the first section, second section, and mother's equity markets. The derivatives market for both futures and options based on topics, a representative stock price index of Japan, and derivatives based on government bonds, which are important indicators of long-term interest rates.TSE also lists a wide array of other securities such as real estate investment trusts and other domestic and foreign investment trusts, thereby greatly contributing to the development of the Japanese economy. Now let's take a closer look at TSE, the main stage of the Japanese economy.ワールドインベスターズ TV の66ライブをお送りしています。続いては最新ニュースをお伝えするワールドマーケットコメントのコーナーです。報道デスクの加藤さん、お願いします。はい、では報道デスクから最新のニュースをまとめてお伝えしていきたいと思います。まずは今日トップ項目になりますが、イタリアでは今晩5年債の入札が行われます。モンティさんが新しく首相に指名されたイタリアでは、引き続き、10年イタリア国債の利回り状況などを見極める上でも、今晩のこの5年債の入札動向が一番の注目となっているようです。またこの週末ですが、 APEC 首脳会が閉幕して、ひとまず足元での懸念材料というのをこなしながらの週明け月曜日の今日のマーケットという流れになっています。で、今週の主な予定もチェックしていきたいと思います。まず火曜日ですが、アメリカでは小売売上高12月分ですが発表となります。そしてニューヨーク連銀の製造業景気指数11月分発表となります。週の真ん中水曜日です。アメリカでは鉱工業生産、そしてアメリカ同じく10月分の消費者物価指数が発表となります。木曜日にはアメリカで住宅着工件数10月分発表となるほか、フィラデルフィア連銀の景気指数、こちらも11月分ですが発表となります。ということで清水さん、まずは清水さんご指摘通り、この週末ギリシャイタリアのトップが入れ替わる形となりました。でスタートとなった今週のマーケットですけども、清水さんどのあたり一番注目されていらっしゃいますか？そうですね、イタリアの国債の入札などもありますけどね、これは大丈夫でしょうっていうふうにあっさりと言いたいんですけど、ね、はい、ここでなんかつまずくようなことはないと思うんですけどね、ただどうでしょうね、やはりアメリカの方のこう経済指標の発表などを今週見てみますと、小売売上高ですとか景況感を示す指数、それから住宅関係の指数なんかが結構出てきますんで、クリスマス商戦、これが来週末からブラックフライデーということで始まると思うんですけども、このあたりの前の段階としてですね、やはり景況感、アメリカの方の景気がいいのか悪いのか、このあたり、アメリカの例えば景気がいいとなればクリスマス商戦も期待できるぞということになりますし、逆に、あまり良くないというところで QE3 に対する期待度っていうんでしょうかね、それに対するこう動きが出てくるのかどうか、そのあたりが大いに注目されるとは思いますけども。そうですね、一つヨーロッパでは債務問題が区切りがついたところで、うまくアメリカの指標にマーケットの注目が向かっていくのかどうか、一つこのあたりがポイントになるわけなんですね。そうですね、クリスマス商戦というのがやはりどうしてもアメリカの場合はですね、非常にウエイトが大きいですから、かなりそういった意味ではその前段階としてそこに盛り上がっていけるのかどうかというところですよね。去年はちょうどこの時期に QE2 の話が出まして、
まあ、クリスマス初戦に向けてこう盛り上がっていったわけですけれども、まあ、今年もそのような形で盛り上がりが見られるのかどうか、まあ、一段落ヨーロッパの方の問題が一段落しましたので、これが飛び火してアメリカの方の金融機関で、アメリカの方の金融機関がお金を出さなくなってお金が使えなくなっちゃうとか、まあ、そういったような心配がなんとなくこう薄れた感じはありますんでね、まあ、そういった意味からすると盛り上がってくるんではないかという期待はかなり出てくると思いますけどね。そうしますと今週はアメリカでの小売売上高、それからニューヨーク連銀とフィラデルフィアの景気指数、このあたりも注目となりそうですね。そうですね、まあ、いわゆるその景況感というところで、はい、ちょっとまあソフトデータですけども、はい、このあたりの雰囲気をこう掴んでいかなきゃいけないと、まあ、そんな感じだと思いますけどね。そして一つ気になるのが外国為替市場の動き、ドル円相場足元78円どころから77円どころに変わってきました。このあたりというのはどういうふうに見ればよろしいでしょう。そうですね、一つはやはりその日本 の, その円高に対する感濃度の鈍さというか、まあ、そういったようなところが一つありますね。それともう一つはやはりその QE3 に対する期待度ということで、 QE3 を織り込むような、まあ、そのような動きっていうのも当然あるんだと思いますけどもね。そしてユーロです。先週は一旦急落後、週後半にかけて戻りを試す動き見られているようなんですが、これ続くでしょう、どうでしょうか。そこが差は見られるんじゃないでしょうかね、はい、ただこれから一気にそのユーロが買われるかといえば、まあ、そういうような状況でもなく、その本当に一段落したのかどうか、金融不安がですねなくなったのかどうか、ヨーロッパの金融機関が本当に大丈夫なのかどうか、まあ、このあたりを見ながらということになってくるんじゃないでしょうか。そうですか。当面ですがマーケットはブラックフライデー、アメリカのクリスマス商戦にらみながらといってたイメージでよろしいわけですね。そうですね、その前の段階として本当先ほど言いましたように盛り上がってくるのかどうか、そのあたりのところなんとなく盛り上がってほしいんですけどね。わかりました。以上この時間ですが、今週の主な予定をベースに清水さんとともにマーケットの投資をお伝えしていきました。それでは清水さん、マイクをお貸しします。はい、加藤さんありがとうございました。 CM の後は芋洗い坂トークです。今日はムーンライトホールディングス代表取締役社長の竹村直子さんお迎えしましてですね、激動の世界経済、外国人投資家動向を探るということをですね、お話をお伺いしていきたいと思います。それでは一旦 CM です。Welcome to a world that the most influential companies call home. A world deeply immersed in liquidity.Where new information erupts every day, where the view is brilliantly clear, and where products are bought and sold in the most efficient way imaginable. This is a world where opportunity is vast and futures look bright. Where markets evolve at warp speed, and where investors have more choices than ever before.Welcome to a world that's growing with infinite possibilities. NYSE Euronext. One market, infinite possibilities. World Investors TV の66ライブをお送りしています。この時間はイモアライザカトークです。今日はムーンライトホールディングス代表の代表取締役社長の竹村直子さんをお迎えしまして、激動の世界経済、外国人投資家動向を探るという話をお伺いしたいと思うんですが、今日もなんか非常に東京マーケットは盛り下がってるというか、盛り上がらないというか、盛り上がらないですねこのところだからちょっと前からですけれども、はい、本当に出来高薄いですしね。そうなんですよね。今日あたりも売買代金で8000億円台ですか、ということですから、まあ、非常に少ないということですから、まあ、一つの要因として外国人投資家が日本に対して全く向いてないんじゃないかとかいうのがありますけどね、はい、外国人投資家はやはり日本は軽減してるんですかね。今やはりちょっと買いにくい状況が続いていると思いますよ。でしかもそれに加えて、まあ、オリンパスの問題とか、そうなんですよ、ちょっとネガティブな問題も出てますよね、で、まあ、今回の311の、はい、まあ、地震の後ですね、ある程度やっぱりこう復興というテーマでこう注目をしていた外人もですね、もうそれよりもこう原発の処理の仕方とかそういったこう問題をやっぱり今はこうネガティブに考えてきている
方が強いんじゃないですかね。そうですよね。あの原発の問題など日本人が見てもそうですもんね、本当に大丈夫かよみたいなところありますから、はい、かなり海外のメディアはもう辛辣ですよね今。そうなるとやっぱり我々でさえそう思っているんですから、海外から見たらあんなところもとりあえず避けて通ろうというのはまあ致し方ない。まああと円高ですよね。そうですね。で円高っていうのもその話とちょっと矛盾するような素人考えをしてみますと、はい、おそらくなんで日本は買われる、でそうやって下げて通るんだから買われるわけないじゃないかと、まあ、そんなような発想もありますからね。でも為替っていうのは要するに相対的なもんですから、はい、円が買われるというより、まあ、消去法的に、まあ、それ以外の通貨がやっぱり危ないとより危ないみたいなところがやっぱあるんじゃないでしょうかね。やっぱり円と元という感じなんですかね。そうですね。あと日本国債がやっぱり何といってもその他の国があんまり持って保有してないですよね。ああギリシャとかイタリアとかはもう各やっぱり世界的にやっぱりあの海外が持っている、うん、それが危ないっていうことになってくるともう大変なことになるみたいな。なるほどね、はい、そうするとイタリア国債やギリシャ国債持ってるより日本国債持ってる方がいいだろうとまあいいのかどうかよく分かりませんが、まあ、でもそれで円高が進めば今度株はやっぱりどうしても買いにくいということですね。いうことですよね。そうなんですよね。だから円が買われるんだけれども株が買われないというそういうような状況になっていると、はい、その一つの問題が先ほどちょっとお話出ましたけれども、はい、オリンパスの問題、はい、ちょっと声が大きくなりましたけど、はい、これなどはどうなんですかね。まあ、私はあの純ジャパで日本人なので全くその気持ちがわからないんですけれども外国人なんかがああいうものを見ると、すごく日本株全体に波及するんじゃないかという見方が出てますよね。いやもうネガティブでしょ。だってオリンパスといえば、はい、まあ一応国際的な企業ですしブルーチップですよね。そのオリンパスのああいう会計が信じられないんだとすれば、それ日本の上場企業って本当に大丈夫なのかっていう、もう一度やっぱりそういう議論になってしまいますよね。うん、そうですよね。そうすると外国人とすればその日本の企業が本当にそういう面で大丈夫かどうかっていうのをちゃんと調べなきゃいけないと、調べるためますます、はい、ね、買いにくいっていうふうに思っても仕方ないような気がしますけどね。それだったらまあもう少し安全なところっていうかに行ってもいいんじゃないかという話も出てくるわけですね。分かりきってるといいますかね、はい。まあ、そういったような状況で日本人に対するというか日本に対するあまり期待、まあ、あの一応テーマが激動の世界経済外国人投資家どうこう探るということになっているんですが、そうなるとあまりこう外国人投資家に対しては期待ができないと。まあ、だから日本は海外に比べてこの何年もの間やっぱりずっと景気が低迷しているわけですよ。でそれに比べてやっぱり他の世界各国っていうのはやっぱり景気が良かったわけですよね。でそれが今世界的にですねそのまあ変化してきている中にあって、まあ、日本はこれから、まあ、変化率でいうと悪くなり方が少し少ないかなっていう感じなんでしょうかね。相対的なもんだと思います。まあ、これ以上悪くなりようがないという、っていうか金利もこれ以上下がらないみたいな。ああなるほどなるほど。そういったのはあるかもしれないですけどね、まあ、ただそうは言ってもこう投資対象として、まあ、原発もあるしどうなるんだろうというそのオリンパスの問題もあるし、なかなかこう積極的には日本の企業をどんどん買っていこうとかそのような雰囲気にはちょっと今のところはなりにくいという話ですよね。まあ、歴史的にその外人が日本を買うっていう時は必ずその変化に期待した時なんですよ、うん、やっぱりチェンジなんですよ。なるほど。やっぱりなんか変わらないと外人はやっぱりなかなか日本株は買ってこないでしょうね。そうですね。今までこうバブルの時も含めまして、何かその日本株がワイワイ買われるのはバブルになった理由というのは、まあ、もちろん金融政策とかいろいろあるんですが、はい、もう一つの大きなテーマと考えた場合には、例えば中曽根さんの時の参考者5元業の民営化とか、はいはい、規制緩和ですよね。そんな話もありますし、ちょうどまあ皆さんの記憶に新しいところではあの小泉さんがあの郵政解散というのをして、はいはい、まあ、あの時もおそらくそうですよね、1万円から1万2000円ぐらいのずっともみ合いだったんですよね、はい、1年ちょっとぐらいかな、でその後その郵政解散ということになって一気に上に上がっていったと。
いうのがありましたけど、はい、あれも一つのやっぱチェンジではありますよね。そうです、小泉さんには本当にあの外人は期待したんですよ、まあ、あのすごくあの日本人的じゃなかったじゃないですか、はい、だからまあそういう意味では本当にまあ変化に期待みたいなところで、うん、外人の投資家が日本株を久々に買ってきた時期でしたね。なるほど、でまあ、我々のこの業界の中でそういったような変化というのをこう期待する向きもやっぱりいましてですね、はい、で今回その民主党、自民党から民主党にこう政権が変わったと、はい、これもいわゆるチェンジに期待したんですが、ですよね、まあ、残念ながらその結果が出てないという。そうですよね、まあ、あの民主党になりましたというのが分かって選挙が8月の31日でしたかね、はい、あって、その次の月曜日の17分間だけ高かったというのがありましたよね。だからあの民主党に対する期待度も17分で終わってしまったという説がありましたけれども、まあ、そういった意味ではやはりそのチェンジが必要だと、はい、いうことですね。外国人に目を向けてもらうためには、はい、そのためにじゃあチェンジのためにはどうしたらいいかということは CM の後続きお伺いしたいと思います、はい、詳しくあのそのチェンジ意識改革どうしようかという話ですねまあ非常になんかいいこうテーマをお持ちだということですので、いやいやいや、まあお恥ずかしいですけどそれはあのそれではあの CM の後にお伺いしたいと思います、はい、それでは一旦 CM です。ワールドインベスターズ TV の66ライブをお送りしています。この時間はイモライザカトークです。今日はムーンライトホールディングス代表の竹村直子さんをお迎えしまして、激動の世界経済外国人投資家動向を探るということで、はい、ただまあ外国人投資家動向を探ってもあまり、今のところちょっと期待できないんじゃないかなと。そうですね、今のところちょっと盛り下がってますけれどもいう感じですよね、はい、でそのためにはチェンジ、そうですね、日本人がですね、オバマさんもね、なんかあの、はい、オバマさんのチェンジですけれども、本当に必要なのは日本じゃないんですかね、やっぱりチェンジが。そうですよね、まあ、ただあのどうですかね、まあ、その意識改革、まあ、必要だと思いますけれども、まあまあまあ、私もどちらかというとこの業界の中であの古い方か新しい方かといえば古い方ですけども、まあ、ただその中でもこうなんとなく意識改革が大事かなという気はするんですが、まあ、やはりもう少しあれですよね、私のようなこう追い先短い人間、まあ、そんなに年でもないんですけどよりもやはりまあもうちょっとこう、ね、若い方に置きたいという。そう、実はですね、やっぱり若い人の意識改革が大切だと思ってるんですよ。だってね、あの、うん、もう考えてください、このままでいくと、はい、もう今までの政策の失敗がですね、今どんどん若い人にまあそのツケが回ってきているわけじゃないですか。で、あの失業率はこのままでいくと、まあ、若年層の失業率ですけど、はい、まあ、どんどん高くなっていくし、就職なんずっと続いてますよね今。そうですね。それに年金のその支給がですね、今度あの68歳からとかっていう風になりましたけども、はい、これが今度70歳からとかって言い出しかねない状況に今なってるわけですよ、うん、そしたらもう今後その若い世代は
どうするんですかっていう話ですよね。そうですよね、ですから、まあ、そういったせいでもないんでしょうけど、割とこうなんか最近、まあ、若い世代の人間があまり元気のないような。あ、それはね、あの男性ですね。あ、なるほど。ちょっと装飾と言われてますけど、はい、いや本当にそうなんですよ。なんかね、20代の人たちとこう話す機会も結構最近多いんですけど、もう本当に、ね、なんていうか、もうあの普通にお仕事してるんですけれども、なんかちょっと引きこもりがちみたいな、なんか方も非常に多いんですよね。でもそれに比べて女性はね、元気です。なんかすっごい元気な、なんかあの女の子たちが ね、もう多いので。昨日もなんかあのバレーボールですか。そう、たまたまちょっと見たらバレーボール見ましたか。あれはね、結構やっぱね、あのサッカーだけじゃなくて、いやこう結構元気だというか、迫力あんな、結構女の子でも。もうね、もう精神的に強いっていうかね、もう精神的に勝たないと勝てませんから、勝負は。はい、そういうのは見えましたけどね。もうね、本当に今はね、その若い女の子が暴れる時代だと私は思ってまして。暴れたけど。いや、暴れるって前にも言ったんですけど、はい、日本人ってすごくいいところなんですけど、本当にどんな状況にあってもこう静かに耐えるみたいなところがあって、絶対にそのなんていうか暴動なんて起こったりしないじゃないですか。世界中で暴動起こってますけど ね、 そうですね。でも本当にもうやっぱりこれでいいのかっていうやっぱりところは、もうちょっと元気にやっぱり主張してもいいんじゃないかと、特に今の若い世代ですね、でそれに期待してるんですけど、そうですね、私はあの若い女の子にちょっと期待みたいな、はい、若い女の子に期待して、女の子がやはりその、まあ、株式投資もどんどん頑張ってくれるといいですね。いやもうね、あの実はですね、その投資教育みたいなことっていうか、まあ、まあ若い人といえば教育、はい、投資教育とか、はい、まあ、いろんなそんなに難しいことじゃないんですけど、はい、やっぱ意識を変えていく、まあ、いろんな世界を見てやっぱりいろいろ考えることが必要だと思うんですよ、はい、日本人も、はい、だからそういう意味では本当に意識改革のために何ができるのかと思ってですね、はい、実は私あの今度 BS でちょっと番組をすごいですね、はい、始めることになりまして、はい、でちょっと申し訳ないんですけど、今日はちょっとその話もさせていただくことに。要するにチェンジ、はい、外国人投資家に向けるためにはチェンジが必要で、そのために竹村さんがやってらっしゃること。要するにね、外人投資家を呼び込むためには、もう国内の我々がもうチェンジですよね、はい、変化することが必要なんですよ、まず。本当に必要だと思う、はい、そのためにどういうことをやってらっしゃるかと。ちょっとですね、今度はあの、はい、実は11月の17日から放送開始なんですけれども、はい、BS、17日は9時半からです、夜の9時半から、はい、あの BS12 というチャンネルでですね、はい、あの竹村直子の萌え萌え株っ子マーケットという番組が始まってしまうんですよ。それがなんか ね、 ね、よくあの企画が通ったなと思いましたけれども、はい、あのちょっと出ますか。なんか AKB みたいな子が出てきましたけど、もうね、この子たち株っ子なんですよ、はい、あ、株っ子、株っ子で、株っ子でオーディションしたらものすごいなんか可愛い子がものすごくたくさん応募してくださってですね、はい、すごいんですよ。あのミス日本関西代表の丸尾とか、あとあのホリプロスカウトキャラバンで人気投票1位になった林さんとか、林恵里ちゃんねとか、もうすごい可愛い子たちが、まあ、17歳から24歳ぐらいまでの女の子たちなんですけれども、これあのみんな高校生の制服着てますけどね、でももう元気なんです、もうすごいです、もうアドリブでもなもうガンガン入ってきます。もうね、もう全然やっぱりこの元気さっていうんですか、を感じますよね。やっぱこういう元気な子たちに引っ張っててもらって、もっとより元気になってこう、はい、でなんかあの要するに投資教育ってあのこう、まあ、投資の番組っていうとね、はい、あのみんなもうこう難しいところから入ってるってはやっぱりイメージがあるじゃないですか。です、ね、一応基礎的知識はこうあった上でしかこう分かんないみたいな、はい、そういう番組が多い中でですね、多分初めてのそのまあおバカな番組なんですけど、まあ、投資バラエティと、ということで敷居をちょっと高いのかなと思ってるところを間口をガーンと広げて、もう高校生のこの女の子たちと一緒に、まあ、あのいろいろと投資というものを考えていこうっていうのは実はもう番組なんですよ、うん、いいと思いますね。やっぱりあの、はい、どっかのマネジメントでもね、ああいうマネジメントをなんかあの高校野球のマネージャーがやれば分かりやすいというのもありましたが、あれも若い女の子が元気だという話ですからね、はいはいはい、そういう意味ではちょっとねあの似てるんですけれども、そうですね、若い女の子は非常になんか、ね、好奇心も旺盛です、
で、まあ、いろいろあのなんていうんですかね、こういう先入観なしにね、勉強してみようというやっぱ女の子たちが応募してくれましてですね、で彼女たちと一緒に、まあ、いろんな、まあ、投資にまつわることっていうのを、まあ、徐々にですね、本当に徐々に、はい、まあ、やっていこうというような、まあ、番組でございます。でも本当に、まあ、第1回目は、あれなんですよ、もう本当に女の子たちの紹介、それからもう本当にあの例えば株用語なんかも出てくるんですけど、難品だけとかね、今回は、はい、でも株コードが4桁だっていうことを分かればいいみたいな、それぐらいのことでまあ第1回目始まってますんで、まあ、ちょっとあのこういう業界の人が見てもですね、ちょっと笑ってもらえるかなっていうような感じに、でもまああれですよね、こういうところから裾野が広がっていけば、昔からいろいろありましたけどね、あの何て言うんでしょうね、例えば NTT の公募株っていうのでこうだんだん裾野が広がる、それからインターネット取引っていうのが、まあ、流行りだして裾野が広がる。いやだからね、投資なんてね、みんなやってるんですって。もうリスク取ってリターンを得るのは全部投資じゃないですか、はい、だからあなたは生活してる限り絶対投資はもうやってるんですから、そんな難しく考えちゃいけませんよっていう話をしてるわけですよ、はい、だからそういったまあところから入っていって、あそうなんだと、これも投資だったんだっていうのがまあ、こういう投げかけてるわけですよね。でもっともう考えてみようと。で、まあ、投資をね、例えば次の段階で投資をするじゃないですか、はい、例えば、はい、そしたら自分の投資したものに対してはすごく勉強したくなるっていうか、うん、こう調べたくなるとか、はい、まあ、そういう国に対してもね、まあ、いつもここで言ってるようなことなんですけれども、非常にそういう意味ではまあ、広がりが出てくるんじゃないかなと思ってます。なるほど、はい、そうですね、そういった意味での、その意識改革から、日本の相場を盛り上げていこうと、外国人も注目するぞということでいけばいいですね。まあ、そうですね、1回2回3回とちょっと3回ぐらいやりますから、みんな見てくださいね。それでもうどういう私が言っているその女の子暴れるって意味が分かってきますから、だんだんなるほどなるほど本当に暴れますからまあ本当にいい意味で非常にもう暴れて、はい、ね、そうです。だから日本経済を、ね、活性化させたりとかね、やっぱりね、もうちょっと元気に日本を、うん、やっぱ日本に元気になってもらいたいっていう思いもこもってるわけです。なるほど。じゃあもう竹村さんがその元気な女の子の代表みたいな感じでいやいやもう、はい、それを引っ張っていていただければ、ね、いやもうそういい荷が重いですけれどもなんかちょっと少しでもね、なんかそういうちょっと明るい、ね、明るくなる手助けになればなと思ってまあやってるんですけど。いいですよ本当に、はい、明るくねいかないとやっぱりこう、そうです、投資というのも、そうです、うん、投資というのはもう本来こう明るくいくとうまくいくと、そううまくいくと思うとうまくいくんです。そういうことです。できると思えばできる、はい、勝てると思えば勝てる、そういう、本当にそう思います、はいまあということで、あっという間なんですけれども、ね、時間が来てしまいました。もうちょっと晩成したかったんですけど本当は、はい、まあ、とりあえず17日の9時半、9時半、夜の9時半から ES12、 そうです、はい、で次の週とその次の週は、夜中の2時半、はい、に同じものやるんですか。そうです、再放送を2回やるという、はい、 BS ではよくやるんですけれども、ね、はい、はい、深夜枠でもやってます。とりあえず17日9時半に皆さん見ていただいて、はい、そうですね、スポンサーを積極募集中ですのでよろしくお願いしますということで、はい、ということで本当に時間が来てしまいまして、はい、今日はどうも本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。それでは一旦 CM です。 CM です。あなたはなぜ世界のプロトレーダーと投資家たちが成功しているか知っていますか。それは彼らがよく理解しているからです。彼らは研究と努力を惜しまないのです。そして彼らは最良の条件を求めているのです。そして彼らはインタラクティブブローカーズへたどり着くのです。私たちのプラットフォームとサービスは特に金融機関の皆様のためにデザインされたものです。インタラクティブブローカーズ Stocks, Options, Futures, Forex, Worldwide From One Account。日本のグローバルプレイヤーが世界を動かす。世界の指標価格、価格変動のリスク回避、資産運用の選択肢、世界最高水準の取引システムがコモディティの未来を変える。東京工業品取引所トコム。はい、清水さん、エンディングということになりました。とにかく
日本元気出していこうよと。まあ、ほとんど元気出さないとダメですよ。で今日の、ね、マーケットなんか見てましても本当にね、本当くしくもね、今日ちょうどお客様と話をしていまして、なんか元気ないよなってお客さんが言うんですよ。本当ですよね言いながらもういかんともしがたいと、元気ないね元気ないねって言ってるだけじゃダメなんですけども、まあ、から元気でもいいですから、やはり一人一人がですね、から元気を出して頑張っていけば、日本もまた注目されて世界の日本足りるというんですかね、それじゃないといけないです。やっぱり投資の世界でも実業の世界でも、そういうことだと思いますけどね。ですが、竹村さんなりのマーケットのアプローチということで竹村さん一歩やっぱ踏み出したわけですよ ね。ですこのアクションっていうのが積もり積もっていけばいいんじゃないかなとも思うんですよね。そう思います、やはりもうそういったところはもう我々も本当にいくらでもお手伝いしていかなければいけないと思いますし、やっぱりこうみんなで盛り上げていると、いうことでいいと思うんですけどね。アプリがこう自分のやれる範囲内でアクションを起こしていくっていうのは今本当こう大切な時期なのです、ね、ですね、我々もワールドインベスターズ TV を通じて暴れましょう暴れましょうやっぱりそうですね、まあ、若い女の子ばっかりに任せてもダメなので、やっぱり親父も暴れるぞ、親父も頑張りましょう、頑張りましょう、はい、では次回のゲストをご紹介したいと思います。次回ですね、日本国際民間協力会副理事長、環境基金代表取締役社長の片山さんをお迎えしてお話をお伺いしていきたいと思います。どうぞ皆さんお楽しみ。本当に今週1週間、何らかのアクションをですね、我々もアプローチしていきたいと思います。石見さん、今日30分どうもありがとうございました。